アトリエ4キル6です。このチャンネルは旅をテーマに動画を作成しています。よければチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画はこちらです。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。こちらと白い器3種の薬味、そしてすりおろしていただいたわさびをそれぞれお好みでご飯の上に乗せていただいて、最後にそちらにだし醤油がございますので、だし醤油をかけてお召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。大王わさび農場の大王っていう由来になった儀式八面大王っていう豪族が坂の上の田村麻呂と戦ったっていう伝説があってる。その有明山神社の立てこもった洞窟を再現したところがこちらになります。儀式八面大王がものすごく強かったので、この大王神社っていうここの祠にですね、体をバラバラにされてですね、胴体をこちらに実は埋められているっていう伝説があって、それをお祭りしたのが大王神社になるんです。
Thank you.
今回の動画はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。また、よければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てね。